卵を茹でていくよ。お湯が沸いたらお玉でそーっと入れていくよ。そーっとそーっと固まるまで12分。その間に紅茶を入れよう。2つも入れるの？濃いめの方は色がしっかり染まるんだ。お湯が沸いたらコップに注いでいくよ。ジャブジャブジャブーン。熱いから気をつけてね。その間にゆで卵の殻をムキムキしよう。だんだん冷めてきたよ。そしたらジップロックに卵を入れて紅茶も注いでみよう。忘れないように。カキカキ。次はカレー粉。お皿にポッポン。お湯を注いでぐるぐるしたらぐるぐるしたらジップロックに卵を入れて注いでみよう。ドロドロしてる。カキカキ。次は次はナスの漬物と紅生姜。この液体を卵と一緒にジップでロック。カキ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 。次は紫キャベツ。どうやってやるの？まずは小さく切ってザクザクザク。お湯が沸いたら全部入れちゃえ。おやー、あ、カビーン。霧が入っちゃった。クモリンドンマイ。そうだ、試しにこれも入れてみようよ。え、殻がついたままどんな風になるかな。ワクワク。わあ、紫色になってる。お湯が冷めたら卵と一緒にロック。うん。こぼしちゃったよ。カモリン、これを見て。紫キャベツのお湯がピンク色になったよ。わあ、これはこれで綺麗かも。卵と一緒にジップでロック。カキ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 。最後はごぼう。ごぼうもグツグツするの？そうだよ。まずは皮を削って。お湯が沸いたら皮を入れちゃえ。あやいさん、なんか濁ってる。どんな色になるかな。卵と一緒にジップでロック。さあ、で全部つけ終わったぞ。続きが気になるお友達はグッドボタン。丸い上野。丸い上野に行こう。丸いでイベントやっちゃうよ。色がついたかな。それじゃあ早速見ていこう。まずは紅茶。てってれー。わー、茶色になってる。匂いはしないけど、ティーカップに入れたらおしゃれかも。次はカレー粉。てってれー。なんか光ってるみたい。やったー、金ピカの卵だ。次はナスの漬物。てってれー。よいー、謎の生き物が生まれてきそう。きっと宇宙人だ。次は紅生姜。てってれー。真っ赤っかだー。食べたら辛そう。次は紫キャベツ。てってれー。うひょー、宝石みたい。お酢が入ってる方はどうなったかな。てってれー。わー、すると大きな指輪みたい。最後はごぼう。てってれー。ん？これは日焼けしたサンサンだ。ちがう。これで全色揃ったね。あ、そうだ、黄身が入った卵はどうなったかな。殻がついてるとこんな感じ。それじゃあ見ていくよ。ドキ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 。うん、他のもどんどん抜いていくよ。むき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 。恐竜のベリーが大量発生。模様がくっきりしてるのは紅生姜と紅茶だね。姉さんさん、僕もっと大きな卵で作ってみたい。大きな卵？そんなのあるかな。実はあるのよ。お
鳥の卵よ。普通の卵より大きくて殻がとっても硬いから、割るときはハンマーを使ってね。まずは目印を書いて。くもりん、いくよ。いけー、おりゃー。あ、ひびが入った。おりゃおりゃおりゃー。殻の下に膜が張ってるよ。ひえー、ブヨブヨしてる。これをそーっと破ったら、あー、卵が見えてきた。このままフライパンに移して巨大目玉焼きにしちゃえ。うん、せーの、カモン。この間に殻を洗って飾り付けしていくよ。こっちは僕に任せて。クレヨンパキパキ、黄色でぐるぐる、赤色ぬりぬり、白色ぐるぐる、シールをペタペタ。そうだ、さっきの殻も使っちゃおう。殻をペタペタ完成。こっちも完成。お皿に移したら、イースターエッグと一緒にいただきます。普通の目玉焼きよりもうーんと大きいね。みんなでワキワキしよう。ザクザク。お味は、ヒロミはむよむよしてて、君はさつまいもの味がする。おいしい。イースターエッグ工作大成功。そうだ、もっと食べたいよ。クモリン、クイズタイム。大きな卵は何の動物の卵だったかしら。1. ウサギの卵、 2. 恐竜の卵、 3. ダチョウの卵。みんな覚えてるかな。今日遊んだのはイースターエッグ工作。みんなはどんなのを作る。サンサンがいっぱい。僕たちの探し絵本が出たよ。下の概要欄からゲット。みんな、困ってる。サンサンとクモリンです。今日はこれ、手作り空気砲ゴーストバスターズゲーム、お化け退治だ。お家にあるもので作って遊べるよ。かっちょいい空気砲にするぞ。うまくお化けを倒せるかな。レッツプレイ。お絵かきお絵かき、キューぬろぬろ。一つ目小僧くんに、ろくろくみさん、一旦もんめんに、カッパ大魔神。なにそれ、いろんなお化けをかきかき。
広げて、ペットボトルの底に、えい、ビニールテープでペタペタペッタン、おい、くもり特製ペットボトル空気砲、さっきよりも大きい、引っ張って、狙って狙って、全部倒せた！ヒュッホーイ！早く脱出しよう！ここは…で、ピニャー！ロクロックリー！ペットボトルの空気砲で、そよ！やったねー！で、細長く切った段ボールをこうやって巻いていけば、サンサン特製連結ペットボトル空気砲、そいそいそいや、一気に引っ張ってノックン、よし倒せた、あちゃの子さいさいよ、脱出、見て出口だ、キャッホーイ、いやくっくっくっ、ただいまヒントー、どひゃー、空気砲で、えい、こっちも、そいや、まだまだ、ほやー、もう動き回るから全然当たんない、もっとすごい空気砲を作らなきゃ、困った時はスーパーお絵かきタイム、待ってました、空気の穴は大きく、なんでもね、ピンクにかっこいいロボみたいに、いいねいいね、これはピコッとひらめいた、巨大空気砲を作ろう、ナイスアイデア、まずは段ボールを用意、空気が出る穴を、いつかホイさん丸く切っていこう、スズランテープをここにペタッと、かっこよく、ロボみたいに頑丈です、強く、じゃじゃーん、サンクボ特製巨大空気砲ロボ、かっちょいい、狙いを定めて、ドキドキだ、今だ、一緒に遊びたかったのかな、さっきはごめんね、そうだ、お絵描きをちょきちょき切って、半分に切った紙コップにぺったんぺったん、みんなで的当てゲームだ、ほいほいほいさん、いろんな空気砲で空気砲ゴーストバスターゲームやってみてね、
い扉と黒い扉があるよ。どっちの扉を開ければいいの？あ、紙が落ちてるよ。手袋の下の方は何色だって。なんだろう。手袋はモコモコしているよね。あ、手袋の文字をよく見ようって書いてあるよ。みんなも僕たちと一緒に考えてみてね。手袋をよーく見て、
福笑いで僕を変な顔にしただろう。お化けだ。あれ、もしかして僕たちが福笑いをしたお化け。わー、ごめんなさい。ちゃんと直します。早く直してくれよな。まずはお化けの福笑いを作ろう。まず画用紙を用意するよ。白い画用紙にお化けの形描いてハサミで切るよ。チョキチョキチョキ。黒い画用紙や赤い画用紙でいろんな目やお口を作るよ。僕も作ったよ。できたらお顔を作ってみよう。僕が作ります。おりゃりゃりゃ。違うだろう。襲わないで。僕がやるよ。ちゃんと顔を作って完成。お、イケメンじゃねえか。元の場所に戻してやるぜ。わー、無事に脱出できた。やっぱり外の空気は美味しいですな。あれ、赤ちゃんは？え、赤ちゃんなんて元からいなかったよ。もしかして赤ちゃんのお化けを見ていたんじゃない？ただいま。お外楽しかった。あれ、ズクモ。ズクモいないの？ああ、あれは赤ちゃんか。赤ちゃん？なんで赤ちゃんがいるの？なんでお家に赤ちゃんがいるの？おかえりなさい。お隣さんの赤ちゃんを預かったのよ。そうだったんだ。私はお使いに行ってくるから、赤ちゃんのお世話よろしくね。僕たちだけでできるかな。大丈夫だよ。僕たちと一緒に遊ぼうね。ほら、ガラガラだよ。よかった、喜んでるね。赤ちゃんのお世話なんて楽勝だもんね。で、うわー、おったー。立ち上がったよ。走った。赤ちゃんってこんなに走るっけ。わかんないよ。とにかく危ないから止めないと。止まって、まだバナナ食べられないよ。あ、危ないよ。やめて。なんでこんなことしてくるの。ただいま。あ、つくもだ。つくも、助けて。ちょっと、なにこれ。違うの、赤ちゃんが急に走り出して僕たちのこと襲ってきたんだ。赤ちゃんがそんなことするわけないでしょ。おとなしく座ってるじゃない。え、なんで。さっきまで暴れてたじゃん。もう、そんな嘘つかないの。早く片付けなさい。なんで僕たちが怒られるの。くもりん、赤ちゃんにミルクをあげてくれる。え、僕怖いな。あ、なんだ。おとなしいね。お腹が空いていたのね。ほら、お醤油買い忘れちゃったわ。すぐ戻るから、またお留守番よろしくね。つくも、行かないで。また僕たちだけになっちゃった。わー、ミルクもう飲み終わってる。あー、外はダメだよ。追いかけなきゃ。どこ行ったんだろう。あ、サンサン、上。上？今度は何？
これ僕たちに？おいしそう！ただいま。あら、夜ご飯作ってくれたの？違うよ、赤ちゃんが作ってくれたんだ。そんなわけないでしょ。さ、そろそろ帰りましょうか。赤ちゃん、元気でね。あんまり暴れすぎないでね。バイバイ。帰っちゃった。赤ちゃんって言葉が喋れないから、いろんな態度で伝えてくれるんだね。暴れてたのもお腹が空いてたからだし、外に出たのもお外遊びがしたかっただけなんだね。大変だったけど、なんか寂しい。赤ちゃんが作ってくれたご飯食べようよ。うん、いただきます。あーもん、辛い、辛すぎる。ただのいたずらじゃん。やっぱり最強赤ちゃんだった。今日のお絵かき。書いてくれて